ウォルフガング・ロッツはイスラエルの軍人。後にイスラエル長報特務長所属の伝説的な英雄スパイとなるドイツのマンハイムでユダヤ人の母ヘレーネ・ロッツと非ユダヤ人のドイツ人の父ハンス・ロッツとの間に生まれた。父は演劇監督、母は女優で共に演劇界で働いていた。両親は宗教に関しては無関心だったためロッツは滑稽を受けなかった。 また、要望は、純然たる、ドイツ人に見え、ドイツ語も、流暢に話せたため、ユダヤとの根血であることが容易には判別できなかった。これらの要素は後にスパイとして働く際に有利に働くことになる。1931年両親は離婚。1933年には、ユダヤ人排斥を唱えるアドルフ・ヒトラーが政権を握ったため、ロッツと母親は、 イギリス移民党治領パレスチナのテルアビブに移住する。その地で、ヘブライ語名、ゼ、イブグアーリアを名乗り、ベン・シェメンという農業学校に入学し、馬の飼育、訓練、乗馬を学んだ。イスラエル独立戦争で戦うハガナーの兵士1936年、ユダヤ人自主防衛組織で、イスラエル国防軍の前身となるハガナーに入隊、第二次世界大戦の勃発と同時に、 彼のドイツ語の能力を買われ、イギリス軍に入隊した。イギリス軍での任務は、そのドイツ語の能力を活かして、エジプトで、北アフリカ戦線のドイツ人捕虜を尋問することだった。戦後は、パレスチナに戻り石油生成会社に勤めたが、しばらく後にハガラーの武器密輸任務に携わるようになった。イスラエル独立戦争勃発までの3年間、昼間は、会社、夜間は、 ハガナーで働いた。1948年にロッツは最初の妻と結婚し、一時を設けた。イスラエル独立戦争が勃発すると、直ちにハガナーから解組されたイスラエル国防軍に参加、大員として従軍する。独立後そのまま職業軍人としての道を歩み、スエズ戦争では少佐として不評部隊の指揮を取った。1958年に、 軍情報部からスカウトを受ける。アマンは、ロッツのアーリア人の風貌と、ドイツ語の能力を買い、当時イスラエルとの対立の色を濃くしていた、エジプトのガマール・アブドゥナーセル大統領が率いる、ミサイルなどの新型兵器開発に携わっていた、ドイツ人科学者のグループに、ドイツ人として接触させることを考えていた。ロッツはこの申し出を受け、アマンに編入した。6ヶ月間の、 工作員研修を受けた後、語学研修も受ける予定だったが、ロッツはすでにドイツ語、英語が完璧で、アラビア語もかなり理解していたので、語学研修は免除された。1959年、カバーストーリーを作るため、西ドイツに移住、ドイツ国籍を申請した。ロッツのカバーは、ナチス党員、ドイツ国防軍将校出身で、北アフリカ戦線で従軍経験があり、 11年間オーストラリアで馬の飼育人として働いたドイツ人ビジネスマンだった。このカバーの作成にはベン・シェメンでの教育やイギリス軍でのドイツ軍捕虜尋問の経験が活かされた。ドイツ国防軍将校出身としてのカバーは反ユダヤと親独感情の高いエジプト軍将校やナチス時代への教習を持つドイツ人科学者に有利であった。 カイロ1961年1月にエジプトのカイロに着くとロッツはドイツ国防軍将校出身の馬の調教師としてエジプト警察庁長官が会長を務める乗馬クラブに入会し、たちまちエジプト政府高官軍将校、警察官僚などの上流社会、そしてドイツ人科学者グループに浸透することに成功し、モサット工作員として 数々の機密情報を本国に流した。1961年6月、エジプト上流社会とドイツ人科学者グループに接近することに成功したロッツは、上司への報告のためパリに向かい、トランスポンダーを受け取った。そこからミュンヘンへ向かう、途中のオリエント急行の列車内で、ロサンゼルスでレストランの支配人をしていた、ウォルトロード・ニューマンというドイツ人女性に出会い、そのまま結婚した。 ロッツはこのことに関して上司に報告しなかったが、イスラエル情報特務長は、この事実を掴んでおり、彼女が他国の工作員でないことが確認されたので、この結婚を認めることにした。ロッツは、ウォルトロードに自分の身元と任務を明かすとともに、夫婦で様々なパーティーに参加し、政府高官や軍将校に対して高価なプレゼントを贈るなどして人脈を広げた。 ダビド・ベングリオン・マタロッツは元ドイツ国防軍将校としてエジプト軍将校から軍事関連の相談に乗ったりドイツ人科学者グループからミサイルや国産戦闘機の開発状況についての話を聞いたりエジプト上流社会の知り合いに頼んでミサイルサイトや空軍基地を案内させるなどして詳細な軍事機密を収集し自宅から機密無線で送信し 第3次中東戦争におけるイスラエル軍の勝利に大きく貢献した。このような活動の一環として、ロッツとトースコルセニーより手に入れたエジプトの兵器開発に携わっているドイツ人科学者のリストを作成して、彼らに手紙爆弾を送りつけ、兵器開発から手を引かせるなどの工作をした。この手紙爆弾作戦により、西ドイツとイスラエルの関係は一時悪化した。さらに、 これが、きっかけとなって、西ドイツとの関係を有料したイスラエル首相、ダビド・ベングリオンとも、サット長官イサル・ハルエルの間で意見が衝突し、ハルエルが辞任。ベングリオン内閣も、ハルエル辞任騒動の責任を取って、総辞職することになった。1965年に、東ドイツの首脳がエジプトを訪問した直後で、ロッツが、ウォルトロードと西ドイツから自宅に戻った直後に、 エジプト国家保安局に逮捕された。なおこの際には、ロッツの関係者として、複数の在エジプトの西ドイツ人やエジプト軍、警察関係者、さらにたまたまエジプトを訪問していたウォルトロードの両親も逮捕されている。自宅に隠した無線機を見せられ、その後これまでの送信記録を見せられたロッツは、自身がモサットの諜報員であることは認めたが、 ユダヤ人であることは否定し、あくまでも元ドイツ国防軍将校のドイツ人であり、乗馬クラブの設立資金を得るため情報をイスラエルに流していたと主張した。この際には前日のように活例を受けていないことや、ロッツの演技力が役に立ったと実情で述べている。ドイツ人であることを信じ込ませることに成功したために、死刑は免れ、ロッツは終身刑。 ウォルトロードは3年間の懲役刑の判決を受けた。なおこの際にッつの通訳として、エジプト政府からあてがわれた、ドイツ人弁護士が、モザットの諜報員であったことを後に、著書で暴露している。なお、当時冷戦下で、エジプト国家保安局と KGB は協力下にあり、ッつの情報を KGB が、東ドイツの情報局経由で、エジプト国家保安局に通告したことが逮捕の、 きっかけであったと言われている。釈放後に行われた作家の落合信彦とのインタビューで、シリアで、情報活動を行っていたエリコ編と、ほぼ同時期に自分が逮捕されたことについて、KGB が、モサト本部に浸透していた可能性を指摘した。また、ロッツの家の近所にある、インド大使館の無線を傍受していた KGB が、偶然ロッツの送信する無線を傍受したのが、 きっかけとしている文献もあるが、実際のきっかけについては明らかにされていない。その後イスラエル政府とエジプト政府との間で、水面下の交渉が行われた結果、1968年に6日、戦争の際のエジプト人捕虜との交換で、ロッツ夫妻の釈放が決定し、夫妻はイスラエルに雇われた、ドイツ人スパイという建前上、第三国経由で釈放され、 その後イスラエルに戻り、テルアビブで暮らし始めた。イスラエル長報特務長は時折新人長報員を引退後のロッツに合わせ、ロッツにカバーであると気づかれないようにするテストを行った。1973年に刑務所生活での健康悪化のために妻、ワルトラウトが死去すると、イスラエルのテルアビブ近郊や西ドイツ、アメリカで陰と生活を送った。引退後、ロッツは、 自身の経験を下に、シャンペーンスパイや、スパイのためのハンドブックなどの本を書き、イスラエルのみならず、日本やアメリカ、イギリスなどの西側諸国でも販売された。シャンペーンスパイとは、エジプトの上流社会に浸透するために、大量のシャンペーンをモサットの経費で使った、彼に対して、上司がつけたあだ名だという。これらの本は合法的な手続きを経て出版されたが、このことが原因で、 ロッツともサットは、その関係を断つことになった。しかし死去に際しては、高い先行を挙げたイスラエル軍人として埋葬された。砲台、シャンペンスパイウォルフガングロッツ、早川処防 ISBN9 兆7841億5050万1167。砲台、スパイのためのハンドブックウォルフガングロッツ。 早川処房 ISBN9 兆7841億5050万795、小谷健モザド暗役と構想の60年史65から66校、放題、シャンペンスパイオルフガングロッツ。早川処房 ISBN9 兆7841億5050万1167、放題、スパイのためのハンドブックオルフガングロッツ。 早川処防 ISBN9 兆7841億5050万795ありがとうございます。